こんにちは、ゲーミングお母さんちゃみです。今日は皆さんからリクエストがありました 4DX についてお話ししていこうと思います。2月の25日 4DX が始まる初日に行かせていただきました。私知らなかったんですけれども 4DX も25日からスタートだったんですね。鬼滅の刃のサイトを見ておりますと MX4D4DX の上映開始と書いてあるんですけれども、私田舎者なので 4DX しかやってない劇場なんですよ。なので MX4D ってなんやと思いまして、でサイトを見ていたんですけれども、めちゃくちゃ揺れてるやんとびっくりしました。見るから体験する時代へって書いてるんですけれども、全国に12店舗なのかな、バックポーカー背中をつつくような機能があったり、セント香りがしたり、ウィンド風が来たり水しぶきが来たり、足元何かが触れるような驚きを演出しますって書いてますけど、地響き、こんなあるんですね。シードポッパー突き上げ、すごいですね。これはなかったかな。エアーブラスト噴射、なるほどね。あとストロボとフォグは霧か、ネックテーラー首元にも何かが触れるようなゾクッとした感覚を与えます。めちゃくちゃすごいじゃないですか。これもめちゃくちゃ面白そうですね。で私が体験したこの 4DX なんですけれども、シートはねこんな感じのシートです。ここ書いてますね、モーションは多分なんかこう動いたりすることなのかな。エアーで風が来たり、ミスト水しぶきがね来たり、で香りあったかな、香りあったんですかね。バブルなんかあったかな。フォグこれ霧ですね、霧はあったと思います。熱風あったかな。でこれは嵐スノー雪、フラッシュはありました。でウィンド風ですね。すごく映画をより臨場感があるような感じで体験できるんですけれども、ここにも書いてますね、通常鑑賞料金プラス1000円かかるということです。そう、1000円多く払いました。 MX4D はおいくら万円なんだろう、書いてないか、同じぐらいなんでしょうかね。鑑賞料金プラス追加料金が必要になりますって書いてるだけですかね。でもこれも体験してみたいですね。ゲーミングお母さん、私が体験してきました 4DX 大体どんな感じか皆さんにお伝えできたかなというところでお話ししていきたいんですけれども、結構ね揺れるのでカバンをロッカーに入れないといけないというか、皆さんロッカーに預けていました。で私も入れないといけないのかなと思って100円で買ったグッズとか全部入れたんですけれども、最終的にそのお金返ってきました。なので実質無料でお荷物を預けていただくことができました。結果的に言うとめちゃくちゃ面白かったです。さくらちゃんは生まれて初めて 4DX 体験したんですけれども、これ私ハマりそうってめっちゃ喜んでいました。最初のオープニングで曲に合わせて今までの映像を振り返るシーンがあるじゃないですか。あそことかもすごい激しいから映像がドッカンドッカン来てましたし、で無限列車の時はなんかこうドドン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 とこう列車に乗ってるような感覚がちょっと味わえて、それもすごく良かったですし、まあ、できれば煉獄さんの匂いがしたらもっと良かったですけどね。いや、そうじゃなくて牛鍋弁当とかまあそういう匂いがしたらもっと臨場感あったのかなとかと思うんですけれども、匂いはねちょっと分からなかったですね。正直マスクもしてましたし、どうあったのかな。里に行ってから温泉がきついとか言ってたじゃないですか、炭治郎が。ああいう時に温泉の匂い、硫黄の匂いとかね、まあ硫黄かどうか分かりませんけど、あそこの里の温泉はしたら面白かったかなと思うんですけどね。それもなかったような感じがするんですけれども、とにかくね戦いのところですよね、激しかったのは。もう牛太郎の血気術が繰り出されるたびに足元にシュ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 ってエアーが飛んできて、うおーってなりましたよ。もうほんまにすごいなぁと。で伊之助が心臓をずさっと刺されるシーンも背中にドンって刺されたような感触があって、みたいな、いきなりみたいな感じで、もう映画に集中してたので
いきなりでびっくりして、まあね、それは驚きました。あとやっぱり水といえば水の呼吸、そう、水の呼吸を使った時に水しぶきがパーッと来たりとか、なんか戦いを近くで見てるような感じがして、ちょっと嬉しいやらドキドキするやらっていう感じでしたね。あとヒノカミ神楽使った時に結構稲光というかパーッと赤くライトが光ってましたね。で霧がふわーっと出たシーンがあったんですけど、確かね、ねずこちゃんがムーって空高く出てくるシーンがあるじゃないですか。あのみんなを血鬼術で守るぞという前に、なんかこう今から活躍しますみたいな、ねずこちゃん説明下手、すやすや眠っていたねずこちゃんがムーって起き上がるシーンで、結構霧がねふわーっと出ていたような感じがしましたね。確かそのシーンだったと思います。温泉入ってる時は水しぶきあったかな。炭治郎が飛び込んだ時とかパシャってあってもよかったんですけど、なかったように感じますね確か。でもちょっと私も正直要所要所しか覚えてないので、どんなんだったんかなと思うんですけれども、まあそんな感じでしたね。クレジットとか流れるじゃないですか、合間合間に。遊郭編が終わって刀鍛冶の里編に行くまでにクレジットがあって、で村田さんの話があって、結構ね物語がこうお話中心というか静かなシーンが多かったので、 4DX がちょっとシーンとこう何もなかったような、まるで普通の映画館で見てるような感じでしばらく続いてたんですよ。そしたら炭治郎が目覚めるシーンあったじゃないですか。あのシーンで村田さんがこう腹式呼吸でスミちゃーんキヨちゃーんって呼ぶシーン、あのあたりからまた 4DX がバッタンバッタン大暴れしだして、私も 4DX で見てるの忘れてたので、おーってなりました。もうなんなら村田さんのシーンが一番びっくりしたかもしれないですね。前編通してバトルシーンだけじゃなくてほのぼのとしたシーンも多かったし、 4DX 必要なんかなと思いながら行ったんですけれども、いやめちゃくちゃ面白かったです。まあ、できれば香りがねしたらもっと良かったんですけれども、私が鼻悪いんかもしれないんですけどね香りあったのかな、あったんでしたら皆さん教えてください。どこでどんな香りがしたかコメント欄に書いていただけたら、また次ね 4DX 行った時に、その時はちょっとマスクをずらしてその匂いを楽しみたいと思います。はい、というわけで 4DX のお話をちょっと走りでしたけれどもさせていただきました。皆さんはどうですか。コメント欄を見ておりましたら MX4D で見てきましたよという方たくさんいらっしゃって、あ、どんな感じだったんかなと思います。 MX4D の方は香り しました。 4DX はちょっとよくわからなかったんですけれども、はい、なんかいろいろ教えていただけたらと思います。でもすごいですよね、このシーンでこんな演出しようっていうのを事細かになんかこう譜面みたいなのを作ってらっしゃるんでしょうかね。すごいなと思いました。またこの MX4D と 4DX と微妙に違うんでしょうかね。そしたら2枚分いりますし、結構すごい演出だなと思いながら感心しちゃったというか、よく考えられてるなと制作陣の方にもう感謝をしながらね見せていただきましたという感じです。 35mm のフィルムコマ、皆さんこんなシーンが当たったよとたくさん報告していただいてありがとうございます。それを読んでるだけで私はすごく楽しかった。いやー、私もねなんとか煉獄さん来ていただきたいなと思っております。何回行けるかわからないんですけれどもね、今回で私4回目になるんでしょうかね、劇場で見に行ってこの映画を4回見て気づいたことが結構あるんですよ。なので今度またそれを動画にしたいなと思います。はい、というわけで 4DX 見に行かれる方のご参考になれば嬉しいなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんを。